こんばんは、はじめまして。というか、実は去年も来ていただいた方が結構いらっしゃって、最初にお礼を申し上げなくちゃいけないのは、実は去年もと今言いましたけども、実は純駆動の渋谷店で、ちょうど去年の今頃11月の5日ぐらいだったですかね、一度2年前に出しました、ラストハンターって、カウンターに並んでたと思うんですけども、それもそうなんですけど、その前から本当に純駆動の店員の皆さんで、なんでか僕はよくわからないんですけど、こういった本を書店の皆さんが本当に注目してくださってて、それでこのトークイベントに去年、これが片桐さんの、最初の本なんですけど、これは1年片桐さんは罠漁だけではなくて、春のニホンミツバチの養蜂から始まって、うなぎ漁、アユ、川エビ、イサザか、小魚のイサザとかで、その後秋になって、罠漁も当然そうですけど、三段によるカモ漁ですね、本当に一年ありとあらゆる狩猟をして一年を送ってらっしゃる人なんですけど、私事なんですけど、私はやっぱり狩猟に最初興味持ったのが、もう30年近く前に宮崎県の椎葉村っていうところに取材で入りまして、それから狩猟だけじゃなくても、椎葉に行かれた方はご存知かと思うんですけど、いろんな民族文化がこの国ではもう本当に山村も島も含めて滅んでしまったんですけど、そういう中で非常に色濃く残ってるのが、椎葉村で、そこで狩猟も出会いで、椎葉の近辺でずっと取材25年ぐらい続けてきて、狩猟だけじゃなくて祭りから神楽から焼き畑からいろいろやってきたんですけど、で6年ほど前にちょっと母を亡くして、僕自身がちょっと体調を壊した時期があって、で皆さんご存知かどうか、野菜作り の天才的な永田照吉さんっていう方と、やっぱり25年30年ぐらい前から、世界中国内指導と作物の指導と、なんていうんですかね、僕の方は取材をさせていただいて何冊か本をまとめたことがあるんですけど、で6年前にその永田さんの方から、飯田さん、その遠くまで海外とか宮崎の椎葉とか、神奈川に住んでるんですけども、実は僕のふるさとが静岡なんですが、あんたの膝元にとてつもない漁師がいるんだよっていうことを永田先生から教えられて、片桐さんに会ったの6年ぐらい前かな、ちょうどもう僕はもう本当に体調悪くて、母を亡くしてもう絶望の淵にいた時に片桐さんと出会って、ただ狩猟の取材をその前25年ほど続けてたんで、片桐さんと会って4、5分というか2、3分話しただけで、この漁師っていうのはとてつもない人だなって6年前初対面の最初の 4、5 分で感じました。それからずっと毎年のように追いかけさせていただいて、ラストハンターの方で彼の1年を、追いかけて、でなぜその2冊目のこの罠に罠師に特化してこれだけを書こうっていう気になったのかっていうのは、実は自分もちろん僕の中にもこの最初のこれがすごく間口を広げすぎて、彼の1年をずっとかけて、なんかその自分も鉱脈者、今日ちょっと社長が宮崎というこの本出してくださ、僕の今の本をほとんど出してくださってるのが鉱脈者という宮崎の本当に地方小出版の小さな出版社なんですけど、今日社長
どうしても年末で忙しくてって来れないんですが、まあ、そういう出版社の社長の理解があって、やっぱこれ皆さんも読んでくださった方はお気づきのように、僕はもう全く写真はど素人なんですけど、そのこれでもかこれでもかって、多分この両方ともそれぞれ100カット以上カラー写真を使ってくださって、でまあこれ普通の出版社で、東京の大手の出版社で作ったら、これだけカラー写真使ったらもう3500円とか4000円ぐらいいくような本になっちゃうんですが、実はその鉱脈社っていうのは印刷所まで持ってるんですね。それで本当に信じられない、これが1600円ですよね。110カット前後確かカラー入ってると思うんですけど、でそういう出会いがあって、まあこういうスタイルになって片桐さんとも出会って、で一つは、まあ、その出版社あって、もう一つはやっぱり僕は20年ぐらい前からもともとサンソングライターって言われてまして、そのシーバの話を先ほどしたように、僕は全国の最終集落ばっかり若い時ですね、駆けずり回ってて、サンソン三部作って誰かがつけてくださったんですが、学人とか大和渓谷で連載を持ったこともありまして、最初の一冊目のテーマが峠の村へっていう、やっぱり山村の本を一冊目出して、二冊目が立て続けに山に生きる、やっぱり本当に最終集落で生きてる人たちの全部人間のドラマなんですが、で三冊目に有峰物語って、山にお詳しい方はすぐピンと来たと思いますが、常願寺川ですか、立山のすぐ麓、1000メートルぐらいあるんですが、そこに大正の末に強制離村された、その村のことを書いたのが山村三部作の3冊目、まあ、初期の頃はそんな仕事をしてて、実はその20年ぐらい前からそういった僕の地味な仕事をずっとその読み続けてくださってた読者がいまして、今でもいるんですけど、で僕は、まあ、いろんな今鉱脈社になる前は宮崎の鉱脈社になる前はもう東京の普通の川出書房とか NTT 出版とか、結構宝島社とかそういうところでいろいろ本をまとめて出してくださってたんですけど、その頃、まあ、とても宮崎だと3000なんかすれないんですよね。多分2000とか1500のレベルだと思うんですが、東京だと面白いことに大体3000部初版、僕らのこういう地味なテーマだと大体3000部っていう世界なんですが、で面白いことに本当に測ったように、僕はその今日小笠原の時の坂ちゃん小笠原が僕のその山に入るさらにその前、小笠原にずっとやっぱり20年ぐらい通ってたことがありまして、その3000部は売れるんです。で僕もあだ名をつけられて初版ライターって呼ばれた時期が10年ぐらいありました。その初版の3000は売れるんだけど、その後がまず増刷になったやつもいくつかあるんですけど、でその頃の読者の方、20年前25年ぐらい前に読んで、私の世界、まあ、本当に地方の地味な世界ばかりなんですが、それを読んでくださってた方がやっぱすごい熱心な読者で、いつも出版社からこういう問い合わせがあって、その飯田さんと話したい、いつも僕はそれはもうどんなことどんな忙しくても僕はその人との交流会っていうのは、まあ、地方にもどんどん出かけていきましたし、でその人たちが実はこの話を出すきっかけ、実はこれを2年前出した、でそのまさに3000部の方々、読んでくださった方々が怖いんですよ。なんで飯田さんこれちょっと間口広げすぎてんじゃないかって読者が僕に忠告してくれるんですね。でその大きな、それがやっぱり一つこの話にまとまる一つは、その読者の声と、あと僕自身が絞った形で、これすでにラストハンター書いてた時から、罠寮は絶対一冊出さなくちゃいけないなって、読者の方からも絶対ご要望があるっていうのは分かってました。でもう一つは、今回これ大きなテーマにしたのは、やっぱり環境、まあ、自然環境、それはやっぱり自分なりの立場を、まあ、はっきり書いておきたいっていう思いがありました。で全て実はこの中に薄い本ですけど込めたつもりです。で今日のお話の中にもぜひ皆さんにも参加していただいて、まあ、片桐さんの寮だけじゃなくからそこから発展していろいろ皆さんからもお話を
いただきたいと思ってます。それで今日本題に入りますと、今日は一応、さっきまとめてきたんですけど3部で考えてます。時間が短くて本当にあれなんですが、まず片桐さん、今日初めての方もいらっしゃいますんで、片桐さんにそのもう本当に、天才的なお話聞けばすぐ、読んでいただければすぐ分かるんですけど、僕はもう海外でも国内でも大勢知り合いの漁師の知り合いがいるんですけど、桁外れなんですね。そのあたりも本人からちょっとお話出てくると思いますんで、その一部では片桐さんの和田漁と解体の話、解体も皆さん想像つかないと思うんですけど、100キロを超えたイノシシも全部生け捕りにするんですね。決定的に片桐さんが他の漁師と違うのは、全てが生け捕り。やっぱり、鹿だと100キロ超えるってほとんどいないんですけど、角が3段にも生えた鹿も生け捕るんですね。で、自分の家の解体場で本当に彼の20年の蓄積で編み出したその血抜き出血術ですね。そうすると全く匂いのしない、一度とにかく天竜の片桐さんの店に、筑泉という店なんですけど、来ていただきたいと思ってるんですけども、で、一部で片桐さんすぐこの後片桐さんにお話してもらおうと思うんですが、狩猟バナ猟と解体の話で、第2部でさっきお話したように命ですね。命、これは実はこの本の中で実は去年、今年か、年明けてから、片桐さんのファンの方々が東京から徹夜で来てくださって、寮に、とにかく僕は去年のトークイベントで現場に足を運ばないで、いくら僕らがここで熱入れて狩猟のことを喋って、解体のことを喋っても、一度見てもらえば100回喋るよりもきっとその効果があるし、実際に体験的に分かってくださるっていうんで、去年、東京から、7人ぐらいの方に来ていただいて、その人たちずっと朝の寮の出発から、イノシシが2頭取りました、タヌキが1頭撲殺しましたそれで、解体も全部その血抜きですね、それも見ていただいて、その後料理、内臓も全部食べていただいて、いや普通食べれないですよね、内臓も全部食べていただいて、もちろん小肉も食べていただいて、夜中の12時だから 18時間ぐらいずっと付き合っていただいて、現場見ていただきました。本当に僕らも嬉しかったし、どんなにその見ていただいた方々も多分本当に100分に1件にしかずっていうのは、本当に言葉っていうのは本当だなって実感していただいたと思うんですけども、で、第2部ではその、来ていただいた方々にその解体一日を通して見ていただいた感想を、実はこちらから感想欲しいって言ったんじゃなくて、送って片桐さんにわざわざその一日の感想を送ってくださったんですね、色紙にして。でその中にやっぱり命に関するやっぱりその感想があって、それをちょっと第2部でテーマにしまして、で3部、その3部が一番私が気になっているその環境の話、本当にとても1時間半でこれでもなるべく今もう脱線しそうなんで片桐さんにお渡ししますけども、今日のこの1時間半の時間をきっかけに、本当にこの後熟道さん本当にもうありがたくてあれなんですが、ぜひまた片桐さんのお店でもいいですし、その本番ですね、2部3部をなるべく現場に近いところで、できればその片桐さんと歩きながら、また去年今年6人7人の方が歩いてくださったように一緒に歩きつつですね、現場で第2部第3部そうなることを願っております。で、早速第1部の和田漁解体に入りますけども、去年は片桐さんにこの後1年を通じてその養蜂からとにかく彼の1年を喋っていただいたんですけど、今日は今お話しましたように、この罠猟に僕自身もこの本を罠猟、特にイノシシ猟に絞って書きましたので、片桐さんの方には特にシシ猟に絞って、具体的にはですね、もともと片桐さんも昔は若い頃は鉄砲をやってたわけですね。それから罠に移行して、そういった流れで、あとやっぱり、花取り、片桐さんもちょっと花取りのとか写真出してくれる、片桐さんの罠の凄さっていうのは、その足をくくる罠と
花取りをその開発したもう一つそのパラブル生きてますから100キロのイルシと対峙するときに足だけだと自分の足首を切って逃げちゃうわけですよね、イルシが。ですのでもう一つ視点を作って首伏せるわけですね。その花取りの開発をしたっていうのが皆さんに出てもこれは鼻を取ってしまった結果論になっていますけども、まあ本来は罠は足にかかってるわけですよね。くくり罠ですからね、前足か後ろ足にかかるわけです。これかかってるとこです、前足ですね。だところがもう一本ここにワイヤーがいってますね。これは動きを止めるために私が後から獲物を確認してから仕掛けた罠、罠っていうですか、鼻取り、あの視点を1点にしないで2点にして、イノシシの荒ぶる動きを止めてしまおうということなんです。ありがとうございます。そういったあの他の漁師では絶対見れないその技術っていうんですか、その辺を2番目にあの話していただいて、あとやっぱり鼻取りも技術的なことで言えば、その最後のジビエ味に通じてくるんです。池取り、とにかく、まあ、こんな漁師いないんですよね。あの池取りです、なぜ池取りするかってものすごい大きな意味があって、その辺が今日の第一部のかかったところですね。これ、まあ池取ってきれいに血を抜いて一切獣臭のしない肉を確保するための技術の、その辺はこの後じっくり話していただきます。あとやっぱり、あと解体での血抜きですね。池取ったも血抜きが下手だったら全く意味がなくなるんで、片桐さんはそのこれも独特な血抜きをされるんですけど、かけてかけに行ってる。そんなことであの今のような順番はどうでもいいんで、片桐さん大体20分ぐらいちょっとお話をお願いいたします。いやどうもありがとうございます。遠州の浜松二俣という田舎から池さんと、東京に呼んでいただいたのはこれ2度目でして、飯田さんにいろいろ褒めていただいて、立派な本を2冊も書いていただいて、本当に恥ずかしいというような感じも多々あります。でも獲物に向かっていく姿勢は本当にこの本の中に表す以上に私は心の中で思っているつもりでございます。ただ私は狩猟を始めた時からその獲物の命をいただくという観念は全然ないです。ただ私たちの恵みの糧として山からの命、尊い命をいただいて私たちの食料にしたいという、その一念でもってずっと狩猟を若い時からやっております。ただ、さっきも紹介ありましたように私は狩猟を始めて42年になります。もう本当に恥ずかしいですね、還暦過ぎてます。孫も4人います。その一人の孫はそこに本当は今日来ないという約束ですね、浜松から来てくれてびっくりしてるところですね。孫の前でこんな話をするのも恥ずかしい。本当に遠くから来てくれてるお客様もいます。本当に感謝しております。まず42年間の間に一度最初やり始めたのはやっぱり狩猟としてのその手段としてハンティングっていうことは鉄砲ですよね。鉄砲の狩猟を主にやってたんです。でそれからもってしてやっぱり一人ではねハンティングっていうか鉄砲で銃器で殺すっていうのは一人の単独猟っていうのはなかなか難しいもんです。ですから大勢でもってですね山行って獲物の居場所を突き止める人、また犬を仕掛けてくれる人、追い出してる人ですね、瀬古と言います。そして私たちみたいにその獲物がどこにいるのか、どこを徘徊してるのかってわからない新参者がですね町場というところへと逃げてくる、犬に追われて逃げてくるところへとまず辰馬という人、この3つの大きな役割を経てその狩猟というものが成り立ってるわけです。ですから何十人体制でやるわけです。だところがそれで取った獲物っていうのは何なのかっていうとね、僕のギャップがあったわけですね。僕はさっき言った通り獲物の命をいただきたいわけじゃないもんですから、食料としていただきたいもんですからね、どうもこう犬に追われてバーンと鉄砲で撃たれて谷底へ落ちていく、そしてまた犬がそれへついていってバクバク噛んでくる、それをみんなでワーワーつっていって今度引きずり抱いてくる、
そうすると打ってから処理するまでの時間がかかっちゃってるもんですからね、内臓を開けてもとってもその内臓がもう食べれる状態じゃないんですね。死ねばすぐ発酵が始まってきます。そうするとちょっと僕これじゃ僕の意に沿ってないな、だったらなんとかいい方法ないかな、一人で取れる単独量で取れる方法、やっぱそれにしては罠しかないな、そういうことで25年ぐらい前に罠漁を始めた。漁師って言って下手くそな罠師が、それこそ山でどこにイノシシが徘徊するかもわからんような状態の時に手探りでやって、一度最初その罠の免許を取って山でやった時に11匹取ったんです。その時にはもうイノシシが怖くて、今まではボコンと打っちゃうもんで死んだイノシシしか見てないやつが山ですごい勢いで僕のところに取っかかってくる。とんでもない、これそばもいけない、これはもう鉄砲で撃つしかないって言って鉄砲で撃ったり、そのうちに槍で裂いたり棒拾ってきて叩いたりということをやってます。だところがやっぱりうちに持ってって解体したところが血まぬけになっちゃって食べても美味しくない、もっと命を取って僕が食材としてあげたいというそのプロセスに反してるわけです。これはどうしたらいいだろうなとある時に屠殺場へ持ってくイノシシや、あ、イノシシでごめんなさい、屠殺場へ持ってった豚とか食肉で使う牛肉とかっていうのはどうも屠殺場じゃ荒びてるやとは屠殺しないってことなんです。そのひらめきにパッとひらめいた、これは荒びて血液をバンバンに回して私たちが 400m 全力疾走したようなやつを叩き殺いてもこれは美味しくない肉になっちゃう。だったら静かにしておとなしくして家畜のようにきれいな状態の時に屠殺した方がいいじゃないか、そのためにはどうすればいいっていうと、やっぱり生け捕るしかない。生け捕りにかけてはそんな荒びて100キロもあるようなイノシシがちょっとも惜しいんじゃないですが、私のところへ飛んでくるようなものが僕のいくら剛腕でも捕まさるわけないです。なんとかしてそれを私に捕まさるような方法を考えないかん。それで試行錯誤で最初は投げ縄みたいのでやってみただけども、やっぱりいいとこでね、コンクリートのいいとこでやるわけじゃないもんでね、あのカーボイがこう牧草でやるようなわけにいかんのですよ。やっぱり山には物資いっぱいだもんですから、相当に見え隠れしてるようなものに対して今度は輪もかけられない、足も捕まらせないという状態、なんか言う方ないかなってことで、それで今はその花取りというものを考案して、でバネで持って罠と同じ原理ですよね。私がちょっとこう紐を引っ張るとそのバネのあのたわみが外れていきなり飛んでってあの絞られるっていうものを作りまして、それでやっぱり今の現在のものになるには7、8回試行錯誤しました。もう全然前とは違う形になっておりますが、そして今のような状態になって、まあ、この本にも載ってます、あの鼻を取ります。で鼻を取ったら腕にかかっている台付けっていうんですか、あの逃げていかないようにその罠の一番最後のところをこの木の根っことか背中をつってあの逃げないようにね、動かないものに縛ったら、その反対の対角線上にその鼻を引っ張ってやると、ちょうどイノシシがちょうどそのワイヤーの足にかかったくくり罠のワイヤーと僕の鼻取りとのちょうど真ん中に位置するように支点になるようになるわけですね。そしたらすかさずそれを思いっきり2をかけて、それで後ろ行って後ろに回って後ろ足を捕まえて転ばすんですね。転ばしたらもう間髪入れずにイノシシの上に乗って僕の体重で持って起き上がれないようにしといて、まあ皆さんもご存知と思うんですがカウボーイがやってる足を祝えることをするわけですね、うん、そしてあとはあの持ち出すがためにはやっぱり今鼻取りも緩めなきゃなんない、その足もかかったワイヤーも解きほどかなきゃなんない、その時にそば行くと目が見えてると私の方へと牙を向けたり噛んだりするもんですからね。イノシシの武器っていうのはあの噛むことですから、ええ、
これと相反して、その鹿の場合はあの角と、蹴ることですね、足で思いっきり蹴ってくるんですね。後ろ足のリーチっていうのは1メートル50ぐらいありますからね、そば行ってポコッとこう顔でも蹴られたらひどいもんになっちゃうんですよ。世界チャンピオンに殴られたりひどいですからね、一発でノックアウトしちゃいます。あの本当こう胸の近所を叩かれたなんて言えば肋骨なんかを簡単にも折れてしまう。野生のその瞬発力っていうんですかね、イノシシでもね、30キロ以上のイノシシっていうとちょっと僕もね素手で捕ますの嫌なと思う。30キロ以下ぐらいだったらね、あの追って追ってその鼻取りをかけなくてもね、後ろ足をさっと捕まえてひっくり返してしまえばなんてことないですが、ね、うん、でももう30キロオーバーしているイノシシはそんなことはできません。後ろ足を捕ませばもうブッブッとこうやって2回ばか伸び縮みさせられれば、いくら僕の握力の強くても離れちゃいます。そのぐらい強いですよ。そうですね、30キロのイノシシっていうと、ラブラトールレトリバー、盲導犬になるぐらいの大きさなんですね。あのぐらいの大きさのイノシシがもう捕まさらんってことです。犬はなんてことないですよ、あのぐらいの犬なら背中持ったって何したって泣いちゃいますからね、そのぐらい野生の力ってのはすごいですね。それで鼻取りを持ってして取って、それで家行って静かになった時に解体場で処理をする、そういうふうな漁のスタイルだったんですね。ぜひあれ血抜きの話を。それでやっぱりさっき言ったみたいに荒ぶるイノシシをそのまま盗撮しちゃうと、さっき 400m 走ったように心臓ドキドキで毛細血管筋肉まで血液を回して運動量を上げてるわけですね。そのイノシシを盗撮しちゃ射殺しちゃって、そこでお肉にするとスポンジの中にそのお水を浸したような状態になっちゃって、いくらお肉をきれいにしてもいつも血が滲んでるという。血というのは野生種の元なんです。なぜかというと腐敗が始まっていくと血液の中にあるタンパク質が壊れていくんですね。そうすると血液に酸化臭がしてくるんですね。ことかアンモニア臭。あとに言いますけど、ここにも書いてあると思うんですが、何しろストレスのかかった肉っていうのはそういう成分を多分に含まれちゃう。恐怖を感じたお肉はダメなんです。だからさっき言ったみたいに屠殺場も、プロがやる屠殺場も、牛舎から連れてきて、はあ、はあはあ、怖い、初めて屠殺場へ来るときには知らない土地へ来るんですから、あの牛肉にする肉牛も恐怖を感じてるですね。そういう時には屠殺しないよってのはそれなんです。ですから牛屋さんも明後日この牛が屠殺場行くよって言った時には、仮に何回かトラックに乗せたり下ろしたりさせるんです。そうしてお肉になったと思います、ね、聞くとかわいそうな感じにするですがね、まあこれも産業種ですからしょうがない、私たちが求めてる肉ですから、うん、そうしてやっぱり消費者にはおいしいお肉が届くようにっていう、その生産者も努力してるわけですね。私もやっぱり生産者じゃないですかね。山から取っていただいてくるお肉の最善を皆さんに食べていただいて、美味しかった、イノシシって悪いやつだと思ったらこんなに美味しいものって見返してもらいたいっていう気持ちの方が強くて、その血抜きというものには誠心誠意かけてやってます。そして動物ってね、不思議なことにね、痛みをブロックするっていう潜在能力があるんですね。私たちは痛みが感じて、ちょっと僕も足も痛くて困ってるんですね。このなんでそれ言っちゃう。ああ、そうだ、ね、そのね、痛みはね、私たちの痛みは痛みを感じてあんまり使うじゃないよって言ってるんですよね。知恵があります。だところが野生動物は痛いのを使うななんつって言ってたら、もう自分の後ろに食べるやつがついてきてるんですよね。食物連鎖上、これが生態系なんです。どんなに強くて動物の頂点でも死ねばすぐ食べられるんです。それは次の強いものに食べられるかって、いえいえ、アリンコにも食べられます、ナメクジにも食べられます、
ミミズにも食べられますが、ハエの子供にも食べられます。野生動物の、あのサファリみたいにチーターが追いかけてってバクって食べる、その生態系ばっかりをみんなイメージしてるかもしれないけど、野生界ではもっともっとわからないところで本当に生態系の形が、食物連鎖が始まってってるんですね。だから痛いところはブロックして我慢していきましょうと。後ろにすぐ追随してくるその捕食動物に食べられないように、栗の以外に積んだら僕ら裸足で行って、じゃあ栗畑行って栗拾えるかって拾えないもんね。一個もチュビート触っただけでも痛くてもうその二の足に出ないもんね。イノシシ、靴履いてるイノシシなんか見たことないですよ。年間100匹取りますけど本当に、ですからそれと同じように棘の因果からね、あの切り傷からっていっぱいなんですよ、野生動物は。もう本当にこの7階でしたかね、展示場は7階に私の若干の罠とイノシシをの頭骨と牙を展示してございます。あそこ見て分かるように、今日もちょっとあの神宮さんとお話しさせてもらったんですが、あの牙は自分が食べるものを取ろうと思って生えてる牙じゃないんですね。イノシシの牙、チーターとかライオンとかってクマとかっていうのは、あれは相手を食べちゃおうとしている牙なんですよ。その違いってどこにあるのっていうと、またちょっとお時間あったらまた見てください。あの白骨化した頭骨を標本のように飾ってあります。オスの頭です。上の歯はクマは下行ってます。下の歯は上行ってます。混合するようにできてます、牙って。これは逃げる相手をつかまして捕食したいという証拠なんです。でもイノシシの歯は、上の歯は上向いてます、下の歯は上向いてます、全部上向いてます。あれではちょっとつかませれないです。パクッと相手をやったって噛んだって、僕らは痛いですよ、それは噛まれりゃ。でも動物同士はすぐ逃げちゃいます。何のためにあるのって言うと、自分の子孫を残すためにあるんです。あの牙でもって山で繁殖期に防護してくるライバルを蹴飛ばそうと、やっつけちゃおうと、そして自分の子孫を後へ残そうという時の武器なんですね。そういうことで、とてもない話です。続きはまた。それであの、皆さんもし質問をこの後であのぜひ受け付けさせていただく、その前にですね、あの僕と同じぐらいあの榊原さんじゃない、あの片桐さんの狩猟を見て、またあの肉を味わってる方々にちょっとそのあの僕の見方だけじゃなくて、お二人ほどですね、片桐さんと語っていただきたい。あのもう一人は今名前出しちゃいましたけど、遠州森町の議長をやってらっしゃる、榊原さん、義友さん、もう僕と同じぐらい回数あの狩猟を見に行って、まあ、すごい感覚の鋭い人で、まああのまあ、天竜川の夜中に3人で、まあ、年も近いもんですから3人であのサンバが取るよって言われて、あの真夜中に新幹線があの鉄橋渡るの音を聞いてたり変なことやってるんですけど、そ の, あの3匹の一人にまあ驚きというんですか、片桐さん の, 術あの技術的なこと、また人となりでも何でも結構なんで、あの長い時間ないですよ榊原さん、あの 3,4 分ですいませんがお願いします。ただいまのなんとなく話に入っちゃいましたけども、ご紹介いただきました榊原君、あの天竜市のすぐそばの森町という小さな町で2万人弱の町から来ました。ちょうどあの片桐さんの今日発表があるということで、ちょうどたまたまあの東京にはちょっと仕事があったもんですから、
ご縁で、お邪魔させてもらいました。まあ、今最初にですね、片桐さん今の話の中でもうちょっと言わせてもらいたいなと思うのが、なんでうまいのかっていう話をまずちょっとしておいてもらいたいな。その後に少し話をですね。本当にね、話すればね、何時間もこの話もうどこからみんなにね、ちょっとでもね深く分かっていただきたいって、そういう思いでばっかり喋るもんですからね、どっか行っちゃってるですね、話がね、ごめんなさい。なぜ美味しいかっていうのはね、さっき言った通り、そのストレスがないお肉、まず恐怖を感じてないお肉、これを私はそのお肉にしたいわけですね。やはりね、恐怖感を感じてるっていうのは本当にストレスになってますからね、イノシシにあたっては。もう本当に僕と接触するなんてのは最初で最後ですよ、このイノシシ。このね、豚さんっていうのはね、生まれてから8ヶ月で100キロです。生産ラインに乗ってくる。8ヶ月ですよ。でも、山のイノシシ8ヶ月っていうとですね、12、3キロしかないです。どんなにいいどんぐりの山に、地位の山にいても、いいお母さんにとついてても、12、3キロしか成長しないです。それで100キロになるの何年っていうと、7年ぐらいかかる。そのギャップってどうなのって話になっちゃうんですね。まあそれはともかく、何しろストレスがないお肉を私がいただきたい。そのために生け捕りなんです。そして安定して眠ったようになった時に、さっき言ったその痛いという瞬間がないもんですからね、何か僕も槍を当ててやってもピクッとは最初します。でもすぐ引き抜きます。そうすると何が起こったんだろうって、ま、目隠しもされてるもんですから、訳も分からず横になってると、だん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 体温がこう放血していくもんですからね、この心臓の横から。僕は心臓の壁に槍をちょっと傷つけてやる。そうすると心臓の横隔膜から上に心臓と肺があるもんですから、横隔膜をあんまりつきすぎちゃうと、横隔膜破っちゃうと、今度は内臓の方、レバーと腎臓と、胃袋、大腸、小腸、それらが入ってるところまで血液を入れちゃうことになるのですから、きれいな内臓物が取り出せない。やっぱり内臓物も産物ですからね、これはきれいなものを取りたいということで、この横隔膜から上の心臓のとこ、肺の横を切って、その心臓の壁にちょっと傷つけてやると、そこで出血が始まる。そうするとすぐに死なないから、心臓の融合がある限りはずっと出血しながら、そして失血死をするんです。その失血死をさせるということにすごく重点を置いて、生かしたままうちに連れてきて静かになった時にやりさせようと。最初は知らないもんですからね、頸動脈を切ってみたりね、いろいろしました。頸動脈を切っても出血はするんですがね、やはりね、今度は産物としてのお肉をいただく時にね、この脂が巻いてるお肉っていうのはね、この飼ったお肉じゃないもんですからね、肉刺し油っていうのないんですよ、イノシシには。ほとんどないだもんですから、まあなんかみたいにこう注射器で入れやるんですよ、ね、そんなことするとまた新聞持っちゃうんですよ。でそういうことはしないもんですから、ここのね、ネックって僕ら言ってます、肩ロースになりますね、ネックのところに若干の刺し油あるんですから、そこを傷つけちゃうとね、この油に沿ってみんな血液が入ってきちゃうんですよ。そうすると真っ赤いお肉になっちゃうんです。そうするとやっぱり取ったお肉に対して商品価値が下がるということで、なので胸骨のとこからこの喉を通して心臓へちょっと切る。そうすると一瞬はビクッとします。もうビクッとした時にはもう槍は抜いてます。この本にもちょっと槍のとこ持ってましたね、写真。こっちですか。槍を刺してすぐに、そしてあとは触らない、静かにその天命を待つ。そして瞳孔が開いた、すぐにもう間髪入れずにお腹だけ裂いて内臓だけ取り除く。そして内臓を取り出した後はきれいに水洗いして逆さに吊るして、その日は粗熱ってですか、体温がありますからね、40
1、2度あります。その41、2度の体温が常温になるまで吊るし切るんです。きっちりこれは体温があるうちにその触りますと野生動物ですから消毒もされてない限り予防注射も打ってない。こんなに健全なお肉ないですよね、実際のこと。でもそれを称して不潔なお肉だって言われちゃうと困っちゃうね。消毒してないですから免疫もないですからね、ええ、でも私はそれがナチュラルで自然の本当の天然の産物だと称しているわけです。ですから皮膚を触ると雑菌いっぱいですからね、それのあったかいところへその雑菌をつけてしまうともう本当に10時間ぐらいで雑菌が繁殖しちゃうんです。そうすると青麩といって匂いの元になっちゃう。とても食べれたもんじゃない、煮ても焼いても何してもダメ、洗ってももう青麩が出た。それだからその日はもう皮膚を触った手では絶対にもう一度手を洗うとかなんかして内臓だけきれいにきっちり取り出して身の方は骨もいじらない、皮もいじらない、身もいじらないということで吊るして常温に戻してあげる。それでその間にはもうかき出したものはすぐ腐敗が始まってますから胃の内臓物を出しきれいに洗い、それで腸の中に残留物をきれいに水道ホースで洗い流し、それでレバーもきれいに揉んで血を流して、それでレバーのところについている胆のうもきれいに剥がして取って、これはもう通称クマノイですからね、これは体力もした時とかお腹が痛い時とか、ね、そういう食欲不振だという時にちょこっと干しといて、かぎ干しにしといて、ナイフで削って下で苦い両薬口に逃がし、あれなんです。そののがに治すんじゃないですよ、皆さんの感覚が治すんですよ。胃をあの苦いっていう身構えが体のためになるんですね。そんなお薬にもなります。だから余すところなく有効利用する、それがやっぱり私にとっては山の授け物、命をいただく大切さの代償としてるわけです。ただ美味しいお肉をするっていうのはそこまでをちゃんときっちりしてやらないと、ね、できないということですね。感謝してます。竹山さんお願いします。今お話を聞いていただくようなところで、ね、彼の話を聞いてると本当に自分が胃の中で熊の胃を効果をいかにもイノシシから聞いてきたような話でしょ、ね、あるいは血を抜く時の話を聞きました。こんなに動物に自然に自分が入り込んで本当に観察に観察を重ねているわけです。そして彼は本当にそういう中で私に言ってくれた中で私が一番感動するのは、私も自然農法とかなんかを勉強しているものです。しかしながら彼ほどですね、一番の自然食品はイノシシだよ、何にも農薬も何もかけてない山で採れるどんぐり、何も農薬もかかってない、そういう中で本当に彼らは自然の形の自然食を食べてる。そのこれを食べてるんだよ、中の石灰した胃の中に入っているどんぐり、そういうものをこれが今発酵過程だとか、そういう話をしている。本当にこう自然、そして生き物、こういうものを本当に見た、いかにも見てきたような、聞いてきた。私が一番感動するのは彼と話をしていると本当にミツバチについてもウナギについても、本当にウナギはあそこでね、マリファナ諸島のという話になってくるわけです。ここで産みまして、ここで今登ってくるのよ。私たちが知らない話では、アユが放流したアユと自然のアユ、この違い、まあ時間があったらぜひ
聞いてみたい話なんですけども、そんな話も彼は必ずアユに聞いてきます。イノシシに聞いた話を私たちに伝えてくれる。それが私は自然の中で本当に生まれ育ち、そして自然と一緒にあれしていただいている和なしの漁師の片桐さんだなというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。聞きました。もうお一方、僕よりもすでに長く片桐スクール、片桐さんのところで解体とか、もちろんその牛飼育の味の真髄を知ってらっしゃる岡さん、ぜひ片桐さんの人となりも含めて岡光子さんです。テレビでご活躍してる岡光子さんですので、よろしくお願いいたします。私ね、片桐さんのところで飯田さんともお会いしてるんですよね。もう6年ぐらい前ぐらい経ちますよね。ちょうどお母様、お亡くしになったぐらいですね。私お友達を介してたまたまちょっと片桐さんと知り合いましてね、今我が家には片桐家から来た日本ミツバチがおります。で、何かあるとね、ちょっと分からないことがあるとしょっちゅう聞いてたりするんですけど、とりあえずは今年は5回ぐらい逃げられましたけど、でもなんとか3箱今生きてます。で、蜂はそうやってなんとか越冬させたいなと思って、今年もちょっとこう囲って言われた通り、はい、何でしたっけ、ビニールをの前に毛布をかけなさいよって言われて、それはしました。何とか越冬させたいと思っております。で、以前にね、私片桐さんのところからちょうどだから8ヶ月ぐらいかな、イノシシが生のまま来たんですよね。それでうちのご亭主がその解体は何回かしてるんですが、ちゃんとした解体がわからないからどうやってやったらいいのかって電話したら、ちょうど私こういうふうに言ったって言うんですよ。こういうふうにね、前の手をこうやった時にここら辺にシュッてさあれすごく覚えてるんです。それでその言われた通り、柳葉包丁が細い柳葉があるのでね、こうやって見てましたらね、こういうふうにやっていたの。それをそこピュッて刺してシュッてやったらね、そのままやっぱり出血死で亡くなりました。この状況ですね。はい、亡くなりました。ちょうど寒い2月ぐらいの時にあれは来たんですけど、で内臓をちゃんと出して、さっきおっしゃったように逆さにつって、ちゃんとうちの亭主が皮を剥いで、でちゃんと処置をしました。でもね、私片桐さんのところではお肉を随分そう3ヶ月に1回ぐらいね、はい、塊で鹿とか、いただいて、ちゃんととりあえず買ってますよ。でもすごくお安くしていただいてますけれども、たまたま今日もカレーを食べました。あ、そうですか。はい、たまたまなんですけど食べました。でもさっきおっしゃったように、ちゃんと処理の仕方が、乳酸とか私もスポーツやってるのでね、いっぱいこうやりますと乳酸がたまるんですね。あれは悪さしますので、今日はまたこの5本をちゃんと読んで、しっかり家に帰ったらまたお料理ちゃんとしますので、でも本当に頂戴してます。本当にありがたく頂戴してます。で、自然のものをね、感謝して私はいただいております。いろんなもの本当にありがとうございました。ありがとうございます。